キャンナチャンネルご視聴ありがとうございます。本日ご紹介しますのはショードアウトサイダー2ということで、こちらの仮面ライダー龍河ですね、こちらの龍河の方を見ていただきたいと思います。で早速ですね、こちらの龍河をこの写真の通りのポーズを撮ってみました。こんな感じになります。結構いいですね、形がね。まあ龍騎の、まあ、黒くしたような感じには出してるんですけども、あれ目の部分が確か丸くなってるんですね、龍騎はね。龍がだから全く真っ平らなんで、目のところ結構いい感じにできてると思います。せっかくでは全身のこの龍がのポーズ、なんかさりげない立ってる感じ出したい場合は、そうですね、おっと間違えた、これは、黒いバージョンなんで、ちょっと仮面を変えましょう。これはもう一つの、龍河の顔の方ですね、目の部分が赤く塗られてますね、ただそれだけなんですけど、やっぱしてるとしてないじゃ随分違うと思います。なかなか目が光ってる感じのが、これから戦闘モードっていう感じがしてなかなかいいですね。だから使い分けですよね。ただ単に立ってるところを出すのか、この戦闘モードでこれから戦うシーンを出すのかっていうことで顔を取り替えるのが必要です。ただ、全く赤くないのと比べてみましょう。こんな感じになりますけど、こちらと赤い方ですね、比べるとよくわかるんですけども、とにかくこれ今品質的なことを言うと、やっぱり買いたての時って、ボールジョイントの部分が硬いので、私ちょっと経験上言わせてもらいますけど、折れてしまう場合があるんですね、強引に引っ張ってしまうと。私それでちょっと響きをダメにしてしまってますので、皆さんにも、気をつけてもらいたいのはこのボールジョイントの部分はゆっくりぐるぐる回していくと、力を入れなくてもポロッと取れるところがありますから、それを探していくと、この赤目だったり全く目がないものだったりをちゃんと使い分けができると思います。こちらの仮面ライダー王者と違うのは肩ですね。肩の部分が穴開いてますので、ね、これから、ドラッグブラッカーを、ジョイントさせたいろんな武器の、ね、装備なんかも、こちらで、つけることが可能です。まあ龍騎と同じような感じの使い方ができますので、それはまた別の動画でね、見ていただきたいと思います。今回一応龍が単体をちょっと皆さんに見ていただきたいと思ってこちらで、出しておりますのでね、あとはそのカーリー部分は別にないですね、ただ、まあ、龍と違った、龍がで、まあ、色を変えた感じのも出てます。あとバンダイの方のこのブログではね、これを軽くなんか塗装した感じで、そういう渋い感じで出した龍河も出てますので、もしそういうのもできる方はやってみたらいかがでしょうか。今回は以上でございます。